人間にとっておならとはほっとしたり恥ずかしかったり、ブーブークッションに使われたりします。しかし多くの生物にとっておならは笑い事ではありません。動物界の奥深くではおならは威嚇の道具であり、自己防衛、悪臭を放つ殺臭力のある武器にもなります。動物界で最も臭いおならは致命的ではないものの、ビーチリゾート気分が台無しになるほどです。アザラシやアシカはその食性から本当に臭いおならをすることで有名です。魚介類には硫黄が非常に多く含まれ、消化の際、哺乳類の腸内細菌は硫黄や硫黄を含むアミノ酸を分解し、硫化水素というガスを発生させ、腐った卵のような匂いがするのです。アザラシやアシカなどは臭いおならをためられませんが、中には戦略的におならを出す動物もいます。トウブシシバナヘビとソノラサンゴヘビはクロアカルポッピングという戦術を用います。これは総排泄口という、排尿、排便、生殖の穴から空気を吸い、大きな破裂音を立てながら出すというものです。この破裂音は、アシカが放つ悪臭ほど危険ではありませんが、捕食者を怖がらせるには効果的です。一方、カゲロウの幼虫は、おならは静かで致命的です。そのおならは、アロモンという化学物質を含み、シロアリを麻痺させます。このアロモンは非常に強力で、1回のおならで複数のシロアリを3時間も動けなくしたり、完全に殺したりできます。この有毒なおならのおかげで、クマムシの幼虫は自分の3倍の大きさの獲物を食い尽くせるのです。また他の動物では、おならの我慢が命取りにさえなります。ボルソンパプフィッシュはメキシコ北部に生息する小型の淡水魚です。この魚は藻や沈殿物中の小さな生き物を食べます。しかし夏の暑い日にはこの藻類が大量のガスを生産し、ガスを放出しないと浮力により鳥の格好の餌となってしまいます。心配なのは捕食者だけではありません。ガスが溜まりすぎると消化器官が破裂してしまうのです。研究者たちは命がけのおならができずに死んだパプフィッシュを何百匹も発見しました。動物のおならが人間に危害を加えることはありませんが、食欲は失われるかもしれません。状況によっては動物のおならで驚くほど危険な状態をもたらします。2015年の秋、煙探知機の誤作動で飛行機が緊急着陸しました。調査の結果、原因は火災ではなく貨物室にいた2000頭以上のヤギのゲップとおならでした。気圧の変化でヤギたちが一斉にガスを出したのです。幸い被害は比較的少なく済みました。しかし世界で最も危険なおならは実は牛から出ているのかもしれません。世界には約10億頭の牛がいて、そのほとんどが牛乳や食肉のために飼育されています。ヤギと同様、牛も反芻動物で胃が4つあり、食べ物を何度も噛んで消化しては押し戻します。この過程で食べ物から追加の栄養分を吸収できますが、同時に大量のガスが発生します。特に問題となるのは牛が排出するガスの中に含まれるメタンで、これは地球温暖化を引き起こす主要な温室効果ガスなのです。1キロのメタンは1キロの二酸化炭素の数十倍の熱を大気中に閉じ込めます。1頭の牛が排出するメタンの量は年間100キロにも及び、牛は気候変動を引き起こす最大の原因の一つとなっています。もっと音が大きく臭く有毒なおならをする動物がいますが、牛のおならは最も危険なガスかもしれません。食料システムを変えるにはどうすればよいでしょう。 edo.ted.com/earthschool では、世界のために今すぐできる具体的なステップを紹介しています。